皆さんこんこにちは長の川端ですえ今回ですね、えー、むくみについてちょっとお話をするんですけども今回のむくみは梅雨時期に起きるむくみの話ですえ梅雨時期になるとね手足が軽くむくんだりとかですね顔がむくむ方っていうのは結構いるんですけどもこのむくみの判断っていうのは一つはですね靴下を履いた後に えこう靴下のゴムの跡がついでたりとかですねあとは手をこうグーパーグーパーした時にこう手がね握りにくくなってたりとかすると手とかかむくんでいたりりうのがわかります、えー、でこのむくみなんですけども基本的に血流と水分の代謝異常っていうのが問題になってくるんですけどもこの血流っていうのはまあ心臓の働きだったりとか先っちょの血管のところですね血の循環っていうのは悪くなってるっていうことがあります。 そしてですね、あとはリンパとかも問題あるんですけどもこのようなリンパっていうのがいわゆる水分代謝だったりとか、そういういのにも関係してきます。なぜねこの梅雨時期にむくみが起こりやすくなってしまうかっていうと実はこの梅雨時期に体の周りにですね湿度がある膜ができるんですね湿気の膜ですねこの湿度をたっぷり含んだ空気の膜っていうのができることによって体の皮膚,皮膚の呼吸ができなくなるんです皮膚呼吸ができなくなる そうするとまず汗がうまいことかけなくなってくるし、えー、あとはね皮膚の呼吸っていうのも妨げてしまうんで結果的に肺とかにも負担かかるし腎臓にも負担かかってしまいます今回ですね、えー、この梅雨時期になるむくみの改善方法っていうのをご紹介していきたいと思います、えー、まずはですね、えー、このみぞおちの部分からちょっと下の方の部分を息を吸って吐くとき息を吸って吐く時に 一緒にちょっと押し込みます。その際にえちょっと斜め上に向かって押すのがポイントになります。で、じゃあ超呼吸で合わせてちょっと力を抜いたり入れたりとかして、えー、動かしていきます。これをだいたい三呼吸ぐらい繰り返してください。次にですね、えー、この肋骨のあたりですね、この肋骨の部分をちょっと使ったやり方です。 この部分のところに大体、えー、いい腎臓がありますちょっと下の部分ですねで肋骨のガタガタした部分からちょっと下の部分を掴んでもらってこうやって横で掴んでもらって、えー、体を右左ねじっていきますこれをだいたい5回ぐらい繰り返してくださいそうすることによって腎臓周りの筋肉がほぐれて腎臓が動きやすくなってきます この周りの筋肉が硬いと腎臓も一緒に圧迫してしまうので余計血流が悪くなるんですね、えー、そうすると水分の代謝っていうのがうまいこといかなくなるので、えー、ここの部分を解消するために今みたいに体を動かしていきます、えー、まず朝起きた時にねこの体操をしてもらってあと夜寝る前もこの体操をしてもらうと有効的です是非ねなこの梅雨時期に、えー、むくみが気になる方これを試してみてください